はい、皆さんこんにちは、 X ヨッシーです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はバイク法チャンネルですけど、あの家事の方 の、 あのチャンネルの方も時々これをさせていただきますけどね、ガレージの方にエストリアの方もある、まだあるんですけど、あるんですけどね、ですけどそこでねこう収録するとね寒いんですよ。もうその辺がね全然みんなと違うとこ、皆さんと違うとこ、まあ本当おじいさんで、ね、もうこの通りねおじいさんなんで、まあ、ここでちょっと語らせていただいて、ちょっとご容赦いただけたら、今日何を話しようかと思ったんですけども、この前ちらっと言いましたけども、買い替えが早く来ちゃってと思ったんですよ。もうちょっと待ってみようかなと思ったんですけども、もうねきっともう言いましたよね、お金もかかれば、その間はまあエストリアね乗って楽しんでいうことはできるんですけども、次期候補者が Z250 だったらまあいいんですけどね、 V ストローム250って言った時にはもう手に入らないんですよ。なかなか人気車種なんですねあれね。だからもうねどうしようかな、 Z250 の方もね迷った、 なんで迷ったか今から話します。じゃあそれ話しましょう、バイクの話だから。 Z250 は私は気に入ってたね、ところはまあ、あの乗りやすさいうのはストレートあんまり変わらないっていうのは1点です。それと2点目になんですけども、これはねあのエンジンの音ね、あの忍者のねあのパラレルスイン の、 あの音って独特なんですよ。でそれであのジェットタービンのような音なんかな。でそれはあの新しいその一番世代の新しい忍者にも少し受け付けられてるというところで、他の車種例えばあのヤマハさんの R25 とか、まあ、鈴木さんの V ストラムもそうなんですけども、ああいう音しないんですよ。でそれはあの Z250 とか忍者の250のシリーズに乗らないと音聞こえません。はい、そこがね魅力だったんですね。それが2つ目ですね。それと3つ目にやっぱりスピード性能がある、これはあの忍者 250R と同じような同じ馬力で、それで、まあ、ギアレッシュはちょっと違うんかなと思いますけど、ですけどまあまあそこそこあのスピード出てね、忍者 250R の時は庭でねあんま大きなこと言いませんけど、ね、160まで出ました。もうおそらく Z250 も150ぐらいはね楽勝に出ると思います。でまあ楽勝に出ると言ってもそれで行ったら切符切られてご覧になりますよ。ですけども高速走行の追い越しとかそのここと言った時にはね、やはり忍者250とか Z250 あるいは ZR250 ね、あの辺りの方がやっぱ強いんですよ。それはね確かにあのエストリアと弱いと思うし、D トラッカー X の時も少し分かった、その辺はねそうなんてね Z250 にしようかなと思ったんですよね。でまあ、 あの値段もね4つ目に安かったんですよ。だいたい乗り出しで35万も出せばいい、あの白物を買える、そういうことがあったんですけどね、ちょっと考えたんですね。で結論的には V ストローム250にさせてもらったんです。それなぜかというと、まあ、 あんまりこれからねあの乗らないけど遠出するときに、まあ、エストリアとか、まあ、Z250 あの辺だったらもしかしたら今まで通りなんじゃないかなって、まあ、つまり風あたりとかねいうのはあると思いますし、かといってじゃ あの風あたりの少ない ZR250 にしようかって、あれまたちょっと古いですよね、老朽化してます、古いタイプですよね。だからまあ ZR250 も約2年間乗りましたけど、まあこんなもんかなって言ってね、あの防風性能が非常に優れてたんですけども、こうかなって。だから川崎車は D トラック X と忍者と、ZR とエストリアと 4台あの250乗り継いできたんですよ。だからこの辺りで、他のねところにちょっと、まあ、浮気って言った言葉悪いですけどね、やろう行っていこうかなと思ったんですね。でもしそれでやっぱりなと思ったら、あと一つその Z250 というその選択肢が残ってるんですよ、ここですよね。だからまあ、 あのどんだけ乗れるか分かりません、もう一回チャンスがあるって V ストローム250がやっぱりなって言った時になったら Z250 っていう手があるんですよ。そこをね狙って、じゃあまあ先行してですね、あの V ストローム250に乗ってみましょうと、そういうことにしました。はい、まあ、あのちょっと尺余りでね、V ストローム250
のことを言っておきますと、過去に2回乗ったことあります。またがって、ちょっと、まあ、クローズですけども、かなり、まあ、そうですね、60、70キロぐらいまで出せるかな、そこで乗ってみたことはあります。2回乗りました。まあ、その時の印象は申しますと、非常にトルクがね、下のトルクが強いんですよ。で、あんまりそうですね、6速で40キロ入れてからでもね、通常に加速していくって、そこがね、結構ねすごいなと思ったんですね。それが一つね、形もまあその当時はね、やっぱりデザインが良くて、今でもまあそのデザインを結構惚れてる方よしちゃって、私もどっちかというとデザインが結構いいかなと思ったとこだったんですね。それでまあ、それとまあ、もともと最初からいろんなシワソケットとかウィンドプロテクションとかナックルガードとかね、いろいろリアキャリア、あんなもついてますんでね、だからあんまりこうあれもこれもね、カスタムするようなこともないだろうと、そういう理由から、Vストロームにしたんですよ。はい。まあ、あとはね、まあ、懸念事項もいくつありまして、重い、まず重い、これがねちょっと嫌なんで、190キロからなんですよ。今まで私190キロのバイクを所有したことないです。まあ、ですけど、まあ、重心が高いからね、それほどでもないですよっていう声に励まされたりとか、まあ、見てね、いうようなこともあったりとかしますし、うん、あと、まあ、速度性能があんまり忍者ほどではないだろうと思ってます。それはもう仕方がないな。おそらくね、最高スピードね130ぐらいじゃないかな。で、それに不満だったらスプロケをちょっと変えてね、140ぐらいには持っていけると思うけども、どうなんでしょう。やっぱりスプロケを、元にね戻していらっしゃるという方も結構いらっしゃるようなんで、その辺はねもうどうなんかなと思いますね。ただエンジンの回転が非常に100キロでも7500回転ぐらいなんですかということだから、それで考えたらどうかな。忍者もね結構100キロでも7000回転超えてましたね。それは差はないんかな。でもエンジンうるさい、うん、どうかな、分かりませんね。でも結構うるさいよっていうことだって、ノーマルのやつはね。ですからそれはねちょっと懸念、その2つは、重いのとスプロケもしかしたら変えなきゃダメだという懸念はやっぱあるんですよ。ですからあとはね、まあ、うん、こんなもんかといきました。もう本当にまあ、うん、距離はちょっとありますけども、走行距離ね、ですけどなかなかいい買い物できたと思います。それはもうエナジーモータースタイル東大田さん、店さんの、店長さん、黒沢さんと言っておっしゃったと思いますに、お礼申し上げたいと思います。はい。まあ、そういうことですね。これからバイクスタイルの方も、変わります。これから今までエストレア乗っててね、こう気楽にこうほんわかのんびりちんたらちんたら言ってたんですけどね、それがどういうスタイルになるんですかね。それも楽しみでもあり、もう年だしね、いうことで、うん、まあ、飽きたらいけないなって。でも見るの、皆さんの見るの好きですよ。あれ乗ってやったりとか、若い方乗ってってね、こんなんって僕ら乗れへんやつを乗って林道を駆け巡ってね、山田部長さんなんかね、いつも素晴らしいなと思うし、TK ライザーズさんのね掛け合いなんかもね、やっぱ若くて面白いなと思うし、そうそう、それからもちろん一番ね的確なアドバイスくださるね GT ヨッシーさんとかね、山の探訪家の宮丸さんとかね、いろんな皆さんとお付き合いいただいて楽しくやらせていただいてます。そうそう、白鳥恵美ちゃんもね、歌でジャンルは違いますけどね、応援していただいてね、本当にありがたいと思ってます。まあ、一応引き続きちょっと X ヨッシーバイクチャンネルの方も育ててやってください。よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。今日はさようなら。